2010FIFAU-20 女子ワールドカップは2010年7月13日から8月1日にかけてドイツで開催された第5回目の FIFAU-20 女子ワールドカップである。全6大陸から16の代表チームが参加して開催され、開催国のドイツは優勝し、同国代表のアレクサンドラ・ポップが大会最優秀選手賞と大会得点王を獲得した。 また大会最優秀ゴールキーパー賞をアメリカのビアンカ・ヘニンジャーがフェアプレー賞を3位となった韓国がそれぞれ受賞した。出場国一覧。緑、グループ A、青、グループ B、赤、グループ C、黒、グループ D。各大陸予選大会にて優勝、または上位の成績を上げた15カ国と開催国のドイツの合計16カ国が出場した。 2010年6月30日にナイジェリア大統領グッドラック・ジョナさんはナイジェリアサッカー協会が組織するすべての代表チームを国際サッカー連盟が主催する大会に2年間出場させないと発表したが7月2日にナリコの命令は撤回された詳細は2010フィファユー20女子ワールドカップ参加チームを3勝以下の会場が用いられたグループ A 編集、ドイツ V コスタリカコロンビア V フランスコスタリカ V、フランスドイツ V コロンビアフランス V ドイツコスタリカ V、コロンビアグループ B、編集、ブラジル V 北朝鮮スウェーデン V ニュージーランドブラジル、V スウェーデン北朝鮮、V ニュージーランド,ランニ,ューーランドニュージーランド V ブラジル北朝鮮、V スウェーデングループ C、編集ナイジェリア VS 日本戦での、国家政省イングランド V ナイジェリアメキシコ V 日本、 ナイジェリア V 日本、イングランド V メキシコ日本、V イングランドナイジェリア V メキシコグループ D。編集、スイス V 韓国アメリカ、合衆国 V ガーナガーナ V 韓国アメリカ、合衆国 V スイス韓国 V アメリカ、合衆国ガーナ V スイスアメリカ対ナイジェリア戦での、国家聖賞の様子準々決勝。編集、スウェーデン V コロンビアドイツ V 北朝鮮アメリカ、 合衆国 V ナイジェリアメキシコ V 韓国準決勝編集ドイツ V 韓国コロンビア V ナイジェリア3位決定戦編集韓国 V コロンビア決勝編集ドイツ V ナイジェリア以下の賞が選手個人及びチームに授与されたありがとうございます